公共曲第4番へ、単調作品36は、チャイコフスキーが1877年から翌1878年にかけて作曲した、公共曲、チャイコフスキーが公共曲第4番を書き上げた、ベネツヤアのホテル1877年に、ベネツヤアを訪れたチャイコフスキーは、当地の風光明媚なスキャボー逃しにあるホテルロンドラ、パレスにてこの曲を書き上げた。 ホテルの壁面には、ロシアの偉大な作曲家、ピョートルイリーチ・チャイコフスキーが、1877年12月2日から16日まで滞在し、ここで4番目の公共曲を作曲したと彫られた、碑文が掲げられている。この時期、メック夫人がパトロンになったことにより、経済的な余裕が生まれた。これによってチャイコフスキーは、作曲に宣言できるようになり、これが、 本作のような大作を創作する下地となった。このことに対する感謝の意を表して、本作はメック夫人に捧げられた。なお、1878年3月1日付の有名な手紙の中で、チャイコフスキーはメック夫人に宛てて、この公共局のプログラムに関する説明を試みている。この手紙は公共局第4番についてのみならず、 彼の創作全般についての示唆を与えてくれる貴重なものである。初演は1878年2月10日、サンクトペテルブルクにて、ニコライル・ビンシテインの指揮により行われた4つの楽章による古典的な構成だが、第一楽章が比較的長い演奏時間は約42分。そなた形式とは言っても、同時代のブラームスの公共曲と比べれば、 かなり自由な構成をとっている。曲頭のホルンとファゴットのファンファーレのモチーフは全曲の主層旋律となる。このファンファーレは運命のファンファーレとも呼ばれ、本楽章の展開部以降にしばしば登場する。楽章終盤では立て続きに登場し、楽章集結に向けて大いに曲の緊迫感を高めていく。また第四楽章の終盤にもそっくり再来して、 曲の雰囲気を一転させることになる。助走部の後は、暗く悲劇的な第一主題が現で提示され、提示部が始まる。第一主題の確保は、木管楽器を中心とした学説で行われる。ティンパニーが登場すると第一主題の提示、確保部分は終了し、続いて第一主題による、経過部分に入る。経過部は、第一主題の断片を低音源楽器、木管楽器が繰り返し、 徐々に盛り上がっていく。やがてオーケストラのトゥッティで第一主題が奏されて最初のクライマックスを築く。続いて木管楽器による少しおどけた感じの第二主題が現れる。この主題は弦楽器に引き継がれて安定した感じとなる。さらに水主題が弦に現れて大きく発展し独特のリズムを持ったコデッタになだれ込み明るく大きなクライマックスを築く。 だが低音弦楽器がそうするくらい音色がすぐに優勢になり、冒頭のファンファーレが登場し、そのまま展開部になだれ込む。展開部はまず第一主題により進み展開される。やがてファンファーレの旋律も加わると、ファンファーレ旋律と第一主題の展開より、曲は激しいクライマックスを築いてゆく。その頂点で再現部へ移り、第一主題がツッティで奏され静まる。 そのまま、第二主題の再現も続き、水主題は、発展部分が省略されそのままコデッタになだれ込む。やがてファンファーレが三度目の登場となると、コーダが始まる。続いて、子守歌風の短いがアクセスを経て、更新曲調に変形された第一主題と、ファンファーレ旋律によって、最後の大きなクライマックスを築いていく。この時、次々とそうされるファンファーレ旋律は圧巻である。 最後は、第一主題を、トゥティで激しく強そうし、下端長の長い和音で終わる。演奏時間は十七分半から二十分程度。直訳すれば、歌の様式によるアンダンティの三部形式ではあるが、モーツァルトのようなシンメトリーが整った構造には、なっていない。また、第一部は繰り返されるが、反復記号による単純な繰り返しではなく、楽奏が異なっている。さらに、第一部と、 第3部が大きく異なる楽奏となっている。応えによって奏される。主要主題は、ほの暗く重々しい。高音となる学説は、弦楽器を中心に奏されるが、これもまた重々しい。応えによって奏された。主要主題は、繰り返し部分では、弦楽器中心に奏される。高音の学説の繰り返しが終わると、曲は第2部へ入る。第2部は、比較的明るい楽奏となる。 第2部の主題的な旋律は、木管楽器中心で提示され、低音弦楽器、ピッコロ、高音弦楽器と引き継がれ、小さなクライマックスを築くと、短い導入旋律の後に、第3部へ入る。第3部では、主要主題は、弦楽器によって再現されるが、この時、フルートのオブリガート風の旋律が絡んでくる。後応部はほぼそのまま再現されるが、その最後では、デクレッシエンドし、 主要主題の断片との掛け合いとなる。フルートによるトリルを経て、主要主題が蝶々で密かに奏されるが、低音弦楽器の長いフレーズが直ちに穏やかな、雰囲気を打ち消す。ファゴットがバイオリンをオブリガート風に伴って、主要主題を静かに奏し、木管楽器が吹く、主要主題の断片とホルンの和音の掛け合いの中、最後は、木管楽器が主要主題の断片のみを繰り返し曲は、 静かに閉じる。演奏時間は9分から11分程度。この楽章では、弦楽器は終始ピチカートで演奏される。スケルツォ本体は単一の主題からなっており、そなた形式を形成するものではない。主部は、弦楽器のピチカート主題のみによって構成される。主題の確保がされた後は、短い展開的な学説が続き、消えるように主部を得る。直ちに木管楽器による導入を経て中間部が、 始まる。トリオではピッコロを中心にした木管楽器が活躍する主題に続き、弱音の金管楽器による行進曲が現れる。そして、この金管の行進曲に木管楽器が絡み合い短い展開を行う。徐々にスケルトに戻る準備がなされ、スケルト主部にダカーポする。続いて、コーダに移りピチカートと木管楽器の絡み合いを行いつつ、 小さなクライマックスが築かれる。最後はトリオの動機を交えて遠ざかるように消えてゆく。演奏時間は5分から6分程度。チャイコフスキーが本ック夫人に当てた書簡では、この世は暗黒だけではなく、この学章で示されているように多くの素朴な人間の喜びがある。たとえ我々は馴染めずとも、その喜びの存在を認め、 悲しみを克服するために生き続けることができると、している。実演では消えるように終わる。第三楽章の後、休みなく続けて演奏されることがある。この楽章の冒頭 A の部分は、突然トゥッティで開始されるため、ハイドンの驚愕のような効果を狙う指揮者もいる。この楽章の第2副主題は、ロシア民謡、白川の似た手による、演奏時間は8分から10分程度。ありがとうございます。